はい、動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回の億万長者合宿のこのリレーなんですけども、まあ声をね、声をラジオパーソナリティをされている方が、まあ、ご相談いただいたということで、吉谷さんから連絡がありました。ちょっと失礼な言い方になりますけども、この声の相談をされた方ってラジオのパーソナリティという仕事をしながら、ラジオのパーソナリティという仕事に限界を感じているからね、だからネットビジネスでなんとかならないかなと思って吉谷さんのところに来たと思うんですよ。で、ここから何がいるかっていうと、声が商品になっていない人なのかなっていうふうなのが一つ言えるんですよね。でもこれは見方であって、相対的な見方なんですよ。声を商売にするフィールドにいると、自分の力っていうのは住人並みで、対してね、力が発揮できない、そういう土壌にいるかもしれない。して周りを見たら、みんなベテランさんばっかり、上手な人ばっかり、若くても目立つ人ばっかりなんで、自分がこの世界でやっていけるかどうか自信がないな、だからネットビジネスに来たかもしれないですよ。でね、相対的な見方をどういうふうにするかってことなんですけども、じゃあネットビジネスの世界に来ましたね、喋りが上手な人あんまりいません、声のテクニックあんまり皆さん知りません、だからね、声の世界で人並みだった自分でもネットビジネスの業界に来たら、ものすごく多くの人が、わ、いい声してるね、すごい上手だねっていう風な評価を受けるかもしれないですよね。例えて言えばですね、私広島なんで、広島カープを例にとりましょう。広島カープの2軍で、しかもレギュラーじゃない人が少年野球のコーチをしたらどうですかね。ものすごく上手にやると思うんですよ、いろんなこと知ってますし、体力もあるし、それからね、やっぱり2軍とはいえプロに所属してるわけですから、高いレベルのトレーニングしてると思うんですよ。ただプロの世界では通用しなかったっていうことかもしれません。でもプロの世界からアマチュアのところにちょっとね、シフトしてみると、そこではものすごいやっぱりスキルだと思うんですよ。で、同じことが YouTube の世界にも言えます。以前まではね、去年までは YouTube の世界は素人さんばっかりで、素人の背比べをしたんで、一部の方にプロみたいな力がついたんですよね。でも元々メディアのプロの世界にいた人が YouTube の世界に入ってきたら、私たちは叶いませんね。YouTuber さん叶いません、だって視聴率の取れるタレントさんがね、 YouTube に来て100万人とか200万人のファンをかっさらっていっちゃったら、それは私たち1万人取るのも1000人取るのもやっとなっていうかね、できてない人が大勢いる中で、もうガッサ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 取られちゃうわけですよね。だからね、やっぱり相対的な価値が誰に対して自分はあるのかなってことを感じる必要があるんですよ。これ別の動画でもお話してるんですけど、自分のレベルがね、3だとするじゃないですか。で、レベルの 全体が0から10段階まであるとして、自分のレベルが3だったら、まだまだだなと思うのはその通りなんですけども、でも少なくともレベル3の発信をすれば、0とか1とか2のレベルの人から見るとすごいですねなんですよ、で、7とか8にレベルが上がった人がね、市場は大きいんですよ。0から6までありますから、レベルが7だとしたら0から6まで自分の市場はありますから。でもレベル7の人っていうのは、レベル8やレベル9、レベル10の人、自分よりも上のレベルの人がファンになってくれたり、商品を買うお客さんになるってことはまあないんですよ。だからね、市場のレベルが0から10まであるとして、1になったらすでに0の人に対して発信する権利があるっていうかね、ビジネスとして成立する可能性がもう広がってるんで、だからどんなレベルでもいいから発信し続ければ、発信すらできてない人の方が多いわけじゃないですか。だから必ずね、ビジネス始まるんですよ。で、何を言おうとしたかってことなんですけども、その声優さんじゃないや、そのラジオパーソナリティの方がね、どのぐらいやったらどうなりますかみたいな質問してたんですよね。だからこれも、もう質問のテンプレートで、悪い言い方したら、このレベルの質問っていうのは本当にね、通用しないですよ、この世界では。お給料をもらう人の質問ですよね、吉谷さん。これは1時間働いたら800円って決められたら、55分で800円がもらえないんですよ。でも1時間5分働いたら800円もらえるんですよ。こういう質問を実力主義っていうかね、ネットビジネスの世界には持ち込んでもしょうがないんですよ。ネットビジネスの世界って、動画を1万本上げてもね、誰も再生しない、誰もファンがつかないってこともありえるんですよ、ね、1万本やったところで。でも何かね、行動した時にそれに価値を見出す人が自分のことを見てくれれば、そこにはビジネスが始まるんですよね。
だから最後になりますけども、こういう公式を皆さんにお伝えしようと思います。まずね、3つの要素です。素養ってものがあります。どのぐらい自分の持って生まれたものがあるか、それはもう生まれつき声がいいとかね、生まれつき自分は大胆で人前に出ることを物おじしないよっていうのが、これ素養です。もちろん身長が高い低いもあるかもしれませんし、男性女性っていうのも素養の違いっていうのがあると思いますね。持って生まれたものがあります。で、次はですね、まあ、努力、いわゆる努力です。どのぐらい行動量を増やしたかってものですよね。じゃあ例えばね、氷川きよしさんというのが紅白歌合戦で、ちょっとキャラクター変えましたけども、変えたっていうか本来に戻したんですけども、男性が努力して女性っぽくやることってできますし、女性が頑張って男性っぽく演じることもできるわけですよ、うん、だからこれは後天的な努力とかね、行動量で生み出すものなんですよね、うん、で3つ目の要素は運です。やっぱりね、素養があってものすごく頑張っても、じゃあいきなりね、実力が発揮しようと思ったら災害が起きて、そのプラットフォームがなくなっちゃったとか、戦争が起きてそれどころじゃなくなっちゃったみたいなね、極端な運もありますし、病気になっちゃったとかね、うん、それからそこまで極端じゃなくても、たまたま自分のことが受けなかったとかね、同じようなジャンルでもっと力の強い人がたまたまそこに入ってきちゃったみたいなね、運もありますよね。でもここはもうどうしようもないんで、ここは考えないでおきましょう。それから素養も考えてもしょうがないんで、ここも除きましょう。じゃあ私たちに操作できるところって何かっていうと、行動量なんですよ。だから行動量をどのぐらいにするかによって運を凌駕したり素養を凌駕することもできるんですよね。だから素養とか運っていうのがものすごく自分に対して不利だったら、行動量っていうのを増やさないといけないんですよ。でももともと生まれ持ったものがあったりとか、運よく安定した国に住んでいたりとか、ブームが来ちゃったりしたら、あんまり頑張らなくても結構結果出るんですよね。でこういうふうに考えていくと、不確定要素がある中でやっぱりやっていかないといけないっていうのが努力とか行動ってものなんですよね。不確定要素がありますから、じゃあ A さんと B さんが100やったか、100やって50もらえたからって言って、じゃあ C さんがね、同じように100やって50もらえるかって言ったら、150かもしれないし3かもしれないんですよ。だからそこをね、やっぱり社会に出ていろいろ体験する中で気づいていかないといけないと思うんですよね。じゃなかったらいつまでもね、時給とか給料発想になっちゃいますよ、うん、だからそれはもう通用しないというか、そういう考えはスパッと捨てないと、うん、それこそね、なんですか、たった一人の活動でですよ、1億円稼ごうなんて、こんなのね、決められた時間とか決められたことをこなしていったんじゃいかないですよ、うん、だから度を超えたのをやるからこそ、度を超えたような結果が出るわけですし、運に支えられたりとか素養があったりっていうのがね、全部込みなんですよね。まあ、そういうことを考えながらやらないと、億万長者合宿の動画を見ようが、どんな教材を買おうが、確実に儲かる方法を手に入れようが、何にも役に立ちません。不思議なことによって、自分の力量によって自分の人生っていうのは決まっていくんですよね。他者が関われる分ってのは本当にちっちゃいんですよ。以上です。